路上で真剣士と賭けができるスタンド真剣士とは、賭け将棋、賭けマージャンといったテーブルゲームの賭博によって、生計を立てているもののことである。この手の賭け事を、真剣と呼ぶことに由来し、大会やタイトル戦に出場して、賞金を得る、プロ騎士などとは異なり、主に個人的な賭博を行うものを指す。マージャンの真剣士は、裏プロとも言う。ギャンブルの多くは、 サイコロやバンスゴロクなど運任せか、カードゲームなど、不確定要素を含むゲームが人気だったが、チェス、将棋、囲碁といった運の要素がない二人で、和有限確定完全情報ゲームでも古くから、賭博が行われており、千代人用物語には王たちが、金銭や奴隷をかけ、シャトランジをする姿が描かれている。紀元前千年頃の中国ではすでに賭博場があり、 多くの者が利用していた。しかし権力者は賭博による悪影響を鑑み、1012年にファーティマ朝カリフのハーキムがシャトランジ自体を禁止資盤を焼却する命令を出すなど、たびたび禁止令を出したため、多くは記録が少ないが18世紀以降にはプロのギャンブラーが確認されている。競技を統括する団体が設立されたのは1900年代以降であり、 家元制度のあった将棋や囲碁でも恩恵に預かれるのはごく一部のものだった。このような競技者でありながら、指導対局による指導料ではなく、勝敗に金銭をかけるギャンブラーとしての競技者を、真剣士と呼ぶ。こういった掛け事にはイカまが付きものであり、灰を入れ替える、石や駒などを隠し持つ、持ち時間をごまかすなどの不正行為も横行した。 現在の日本やイスラム教圏では、掛け事が法律で禁じられており、この手も掛け事も、以前ほどは盛んではないため、真剣士はほとんど存在しないとされる。一方、キリスト教圏の一部では、ポーカーやバックギャモンなどで気軽に掛け事が行われているため、相手をする真剣士も多数存在している。かつて、裏プロだったという人物には、浅田哲也、 桜井正一、荒正義が挙げられ、荒は最後の裏プロというキャッチフレーズを持つ。こういった裏プロの世界を虚実交えて描いた作品も存在し、朝殿は自身の体験をもとに、麻雀放浪記という小説を書いている。囲碁で掛けが行われるのも古来から行われて、江戸時代には囲碁などを禁止する班もあった。 ただしその他の遊芸が広まるにつれて以後への規制は緩くなっていく。江戸時代の掛け腰の中では、教法、分世期に3000両を稼いだと言われる、阿波の米蔵こと、忍宮米蔵などが著名。明治初期に放演者に所属した水谷縫いも、それ以前には掛け腰として、名を知られていた。対象に、専門騎士として三段まで進んだ、大阪の堀田忠宏は、 その後、神剣士となって1982年に、没するまで、プロ騎士もしばしば破る活躍で鬼と呼ばれた。いわゆる将棋雑誌が現れたのは、室町時代後期とされるが、将棋の神剣士がいつ頃現れたかは定かではない。江戸時代には、賭博が原則として禁止されており、明治以降も同様であったが、掛け将棋は盛んに行われ、様々な神剣士が現れた。 真剣士の中には、当時のプロ騎士を実力で打ち負かすほどの実力を持つ人物もいたという。花村元次に至っては5段で、プロ編入が認められ、9段まで上っている。修羅の騎士実録裏将棋界には真剣士として、上田久夫大田学、加賀刑事、小池重明花村元次平畑善助、三崎岩尾という7人の侍が掲載されている。 しかし、取り締まりが厳しくなった社会背景もあり、昭和50年代には真剣士は、ほとんどいなくなったものと推測されている。最後の真剣士と言われた大田学が、真剣士廃業を決意し、最後の記念に、旭山名人戦に、出場、63歳で優勝したのがちょうどその頃で、ある。客待ちの真剣士真剣だけでなくレッスンを受け負う。 物もいるチェスの真剣行為は、喫茶店や公園で行われることから、コーヒーハウス、パークチェス、ストリートチェスという因語で呼ばれる。アメリカやイギリスなど掛け事が禁止されていない国の都市部では、公園や喫茶店などを拠点に相手を待つ、真剣士も多い。ニューヨークでは1ゲームで5ドルが相場だという。近年では、オンラインで、 かけチェスができるサイトも多数運営されている。チェスには、将棋や、囲碁のようなプロセ度ドがないため大半の選手は、兼業であり、スポンサーがついて、チェスに専念できるものは、トップ選手などごく一部であり、世界選手権クラスの選手でも、本業を持つか書籍の執筆やコーチで生計を立てていることが多い。ファイドは真剣行為について明文化しておらず、 著名な選手も、気晴らしや、小遣い稼ぎに訪れることがある。公園での真剣行為はチェスを気軽に楽しめる面もあるが、対局マナーの悪さや金銭に絡むトラブル、客待ちで長時間テーブルを占拠するなどの迷惑行為が後を絶たず、公共スペースにおける掛け行為を禁止した自治体も多い。特に真剣史が多いワシントンスクエア公園は一部の テーブルを撤去することとなった。しかし一定の需要は存在するため、残ったテーブルで営業を続ける真剣士も存在する。スターバックスの二人用の丸テーブルの表面には、チェスボードのマス目が描かれており、店員に頼めば、チェスの駒を貸してもらえるサービスがあり文字通り、コーヒーハウスに興じる人がよく見られる。同名のノンフィクションを元にした映画、 ボビー・フィッシャーを探してでは、ワシントン・スクエア公園を根城にするホームレスの、真剣士が、小遣い稼ぎに訪れた、グランドマスターに大し声で煽ったり急かすなどして、ペースを乱したり、公園を訪れた、主人公と、掛け事禁止の看板の前で真剣を始めるシーンがある。バックギャモンは、伝統的に真剣行為が多く、賞金付きの大会に参加する以外は真剣師という、 プレイヤーも多い。ありがとうございます。